今日は雪がねこんな感じですごく降ったので久しぶりに上高地にね来ました。本当はねもうちょっと早い段階で来たかったんですけど、今年なかなか雪がねまとまって降らなくて、まあ、大寒波は何回も来てたんですけどね、なかなか雪が残らないっていう感じで、まあ、ご覧の通りね結構雪少ないですね。とはいえ昨日からめちゃくちゃ降ったので、あたりはねすごく綺麗で、こんな感じで落ち着いた感じのね白黒の世界になっています。で今日はここで今大正池というところで撮影をね始めてるんですけれども、ここからずっとね、カップ橋の方まで行く、道がありますので、そっちまで行って、帰ろうかなと思います。すごいね静かですね。誰もいないので、カモがね時々飛んでいて、あの鳴き声とかも聞こえるんですけど、まあ、それぐらいですかね音が聞こえるのは。重機の音もないのでねすごく平和です。で今ちょっとねカメラをセットして撮影をねしてるんですけれども、ちょうどねこの大正池の真ん中のところに白い島のようなものがあって、去年来た時ねあれなかったんですけど、多分なんか去年のねあの大雨の影響でできたものなのか何なのか、うわ木が折れた何なのかね、ちょっと島ができていて、その島の先にね、ずっとね向こうにあずさ川が続いていく感じで、まあ、立ってる木々とかもあったりしてすごくね綺麗なので、そこをねちょっと撮影していこうと思います。本当は露塩根もね奥の方に見えるんですけれども、まあ今日はガスってて見えなくて、まあ、それはそれで手前のところのね物語がすごくあの綺麗に出ますので、まあ、そこをね中心に撮影していこうと思います。あとは左の方もね非常に綺麗なね木々たちもあったりして、倒れかけてるものもあったりするので、まあそういうものもねちょっと含めて撮影をしていこうと思います。いやー本当に久しぶりに来ましたけどね、やっぱとってもねいいですね。じゃあ今日もねどんな景色が待ってるのかね本当に楽しみなので、ゆっくりとね行きたいと思います。綺麗ですね。ここは大正池から柏池に向かう途中にある河原になります。結構僕ここが好きでですね、まあ、ここを通過するときに毎回ちょっとこの水辺に来るんですけれども、去年の夏にここに来て、このねちょっと僕の後ろにある木があるんですけれども、まあこれとあと背景に焼け岳ですねを待ちながらね撮影したことがありました。今もうっすらちょっと見えてるけどちょっとあんまり見えないですね。で、まあ、ここはあのここからねあっちの方にも吊るし尾根が見えたりだとかしますので、まあ、あのよく見えた日はねそういったところも含めた撮影もできるんですけれども、今日はねガスなので、まあ、ちょっとね見えないんですが、まあ、これはこれですごく落ち着いた感じのね、雰囲気なので、まあ、近くにある木々だとかそういったものをね撮影しようかなと思ってます。今日はまあずっとこんな感じでガスってるので
まあ時間が経過してもあんまり光がね大きく変化することもないので、まあそういった意味では割と撮影しやすい条件なのかなと思います。ちょっとねここで周りね見ながら、これから田代池の方にね向かいたいと思います。多分綺麗だと思いますんで、楽しみにねしていこうと思います。よし、はい、ということでですね、ここは田代池になります。もうだいぶ時間が経ってしまったので、雪がね木の上に乗っかってたやつがねボソボソと落ち始めているんですが、おそらくもうちょっと早い時間帯に来るともうちょっとね雪が残っていたと思うんですが、まあこれはこれですごく生々しくてね綺麗で、でまあここは田代池がねこう流れてくるんですけれども、まあその背後に山があるんですが、そこが今ねガスでこう覆われていて非常に幻想的なので、ここのね前景とあとは背後にねうっすらと見えている山をね入れながらちょっと撮影をしようと思います。でまあこの川の流れっていうのが非常に綺麗で S カーブを描いて、まあ、奥の方に行くので、まあ、ちょっとこう心地よいリーディングラインになっていますので、それもちょっと意識しながら、あとは、このね左右に生えている木々たちもですねバランスよく配置しながらですねやっていこうと思います。ここをね撮影したら森を抜けてカップ橋の方にね抜けて、ちょっとお腹も空いたのでご飯もね食べたいと思います。今9時半ですね。だいぶいい時間になってきたのでね。いやでもすごく綺麗で良かったです。ということでここで撮れる1枚っていうのはこんな感じです。Thank you.
ここはですね、さっきのところから5分ほど歩いてきた場所になります。まあ、ちょっとした木のステージになっているような場所なんですけれども、今はもちろんね、雪で覆われてしまっています。でここから見る景色がね、本当に素晴らしくて、まあ、さっきとね、同じ沢が下に流れていて、で両サイドにもう死んでしまってるんですけれども、まあ勇ましく立っている木々たちがあって、でさらにその先に六百山っていうね、山がそびえ立っているような場所になります。で今日はですね、たまたまトレイルをね、歩いて左側を見ていたら、山の母体がね、ガスを抜けて、突き出ていたので、まあ、とってもかっこいいなと思ったので、ちょっとね、ここに来て撮影しようかなと思っています。でまあ、構図としてはすごくシンプルで、手前に川が流れているところと、あとは両サイドに木々たちが、まあ囲むようにね、こうそびえ立っていて、でその奥にですね、まあ、後ろに山があるような感じで、まあ、そんな感じの、ね、構図で行こうかなと思います。ちょうど、ね、山が手前のピークも見えていて、あとは後ろ側にももう一個山があってですね、それもうっすらと見えている形で、レイヤーみたいな形になっているので、すごく、ね、雰囲気があっていいですね。で今日は朝から大雪の中、大正駅をずっと歩いてきて、ここまで来たんですけれども、誰ともね、会わなかったですね。誰かスノーシューとかやってるのかなとは思ったんですけれども、誰もおらず、静かな、ね、上高地でした。まあ、また次来るのはね、まあ、グリーンシーズンになるのかなと思いますけれども、まあ、今回ね、冬に来れて本当に良かったです。ということでね、ここの撮影を終えたらゆっくりね、帰るような形になりますけども、ところどころ撮ったりもしようかなと思ってはいますが、ひとまずね、今回この写真を最後にして、この Vlog は終わろうと思います。はい、ということでね、本日の動画は以上になります。寒い時期がね、続きますけれども、皆さん体に気をつけてお過ごしください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。また。